地図ベルトラムカは、チェコは、プラハにあるチェコの音楽家、フランティシェク・クサベルデュシェックの旧邸宅で、現在博物館となっている建物である。この建物がなお知られ保存されているのはモーツァルトが滞在していた歴史があるためである。ベルトラムカは、プラハに居住する貴族の別荘として、当時の城壁の外側、郊外に建てられた邸宅である。創翼の館に農園が付随したもので、 近世の豊かな貴族や商人は、このような別荘を持っていることが多かった。ベルトラムカという名は、かつての所有者ベルトラムスカーに由来するという。18世紀後半にこの館の所有者であった、フランティシェク・クサベルデュシェックと、ヨーゼファ・ドシコバーの夫婦は共に、音楽家で、この別荘に、仲間の音楽家を招くのが常であり、ドンジョバンに制作のために、プラハにやってきた。 モーツァルトもここに招かれ、制作に専念することができた。プラハの街中の宿で期限の迫った、作品制作に苦しんでいたモーツァルトにとってこれは、ありがたいことだった。レオポルト2世の米面王即位に際しても、モーツァルトはここに滞在して、祝典用のオペラセリア、皇帝ティートの慈悲を制作したと考えられている。また、ヨーゼファのためにアリアを複数制作している。 チェコの人々は、生前からプラハで人気のあったモーツァルトを、オーストリアの人々に負けず劣らず自分たちに深い、関係のある偉人と考えており、この館も、モーツァルト生誕200周年を記念して、博物館となった。フランティシェク・クサベル・デュシェックゆかりの施設として、公開されているが、2009年11月1日を、もって、モーツァルト関係の展示はなくなった。 外部イブリンクの最初の表示、ビラベルトラムか、イズクローズドフォリノベーションオブザステアケースに、あるように階段の改修のために閉鎖されている。ありがとうございます。